高知の皆さん、こんにちは。3月3日金曜日、4日土曜日、高知県立美術館にて新作ドンキホーテを上演します。このプロジェクトは2011年に高知で始めたデラシネラの古典名作劇場シリーズ、ロミオとジュリエットに続く第2弾です。ドンキホーテは自分を騎士だと思い込んだ男の話。僕たちと一緒にドンキホーテの奇想天外な冒険を体験しませんか？それでは皆さん、お待ちしております。